奔放な素晴らしいサッカー、今の時代あれだけ伸び伸びと自分たちを表現できるチームはないと、高校サッカーを牽引してきた名将が一目置く存在になりました安高校。2対1安高校が勝ち越し、さあ果実はどうだ、ディフェンディングチャンピオンの果実、5番の西岡に代わって23番のタマリが入りました。西岡も最後の最後まで力を振り絞りました。さあ今度はボールをキープに行きます安高校。9分30秒経過、松沢総監督、連覇を狙って42年、1年1年が楽しいと話した松沢総監督、前回は PK での単独優勝、今回は90分を狙いましたが延長戦にもつれ込みました。そして延長戦、なんと安高校が勝ち越し、松沢総監督の夢はここで途絶えてしまうのか、連覇の夢は途絶えるのか、ロスタイムは2分です。ロスタイム2分、2対1安高校1点リード。滋賀県としては初めての優勝ということになります。関西勢の優勝は32年ぶり、大阪北陽以来、まさに高校サッカーを変えようとしています滋賀県の安。さあ本庄から、あ、安高校のイレブン動きがまた良くなった、前に出てきます溝の上、ロングボールだ、体を張っていく赤井だと中川、あっと赤井で倒れた、中川と赤井田、魂のぶつかり合い、赤井田も3年生、中川も3年生、このチームでやるのはこれが最後の試合、残された少ない時間を懸命に取り組んでいます両チームのイレブン。鈴木さん、果実はゴールキーパー溝の上も上がっています。あっと溝の上も上がった、さあ最後のチャンスにかけます果実、王者果実、1点差、蹴るのはキャプテンの後、キーパーも上がった、溝の上も上がった、果実応援団の目の前です、大歓声が赤を後押し、果実起死回生の同点劇なるか、連覇をこの子フリーキックに託します。赤尾から中にヘディングは跳ね返すか、安、まだペナルティエリア、まだ果実、中に送る、送った、さあどうだ、シュートは打てるか、まだある、安東京クリア、あー、キーパー戻りません、ロスタイム2分経過、タッチアウトだった、今のライフにする歴史が変わりました、滋賀県立安高校初の決勝進出で日本一、高校サッカーに新時代到来、果実イレブンが崩れ落ちました、安のテクニック、イマジネーションが高校サッカーの王道鹿児島実業を上回りました、高校サッカーを変えました安高校、安からレボリューション、見事滋賀県立安高校、滋賀県勢として初優勝、関西勢としては32年ぶり日本一、鹿児島実業高校イレブン力尽きました、連覇なりませんでした、武田さん、壮絶な試合でしたね。そうですね、本当に優勝は決まりましたけども、どちらが、ね、優勝してもおかしくない試合でしたし、本当に素晴らしい国立での高校生の、ね、試合だったと思いますね。本当ですね、はい、まさに安高校が高校サッカーを変えましたね。そうですね、本当に自分たちのスタイルをですね、とことん追求してですね、非常にいいゲームだったと思いますし、敗れましたけど、ここの国立の経験がね、本当財産にこれからなっていくんじゃないですかね。そうですね、3年間の思い、あー、かっこいいです、この決勝に出られませんでした。